セーブ完了。で、とりあえず2番街に行けばいいのかな。チュートリアル、リアリティシフト。何それ、もうカタカナばっかり困るわ。リアリティシフトを使うことで世界の法則を超えた操作をすることができます。何そのちょっと中二臭い言い方。世界の法則を超えた操作をすることができるのさ。それがリアリティシフト。かっこいいね。操作方法、効果はワールドによって異なります。へえ。あ、これなんか下画面でやるやつだっけ。リアリティシフト。ロックオンしている対象にピンク色のマーカーが現れたら、リアリティシフトを使えるチャンス。XA を同時押しすると、リアリティシフトが発動し、下画面に操作が移ります。リアリティシフト、スリングショット。下画面でロックオン対象をタッチしながら引いて、着弾点を調整します。タッチを離すと、発射して着弾点で、爆発。周囲の敵にダメージを与えます。かわいそうに。リアリティシフトで樽を発射しよう。ああ、こういうことか。スライドショット。なんだこれ。ほい。ああ、なるほどね。ピンク色のマーカーが現れる条件は、ロックオン対象によって異なります。通常の敵の場合、連続してダメージを1点以上与えると現れます。ああ、じゃあガンガン攻撃を当てないと、今のが出ないよってことだね。フィニッシュコマンドみたいなもんか。様々な対象にリアリティシフトを使い、バトルやフィールドの攻略に役立てよう。なるほどね。じゃあこのトラバースタウンだと、今の、なんか、パチンコみたいな技が使えるのかな。これで、ああ、こうやって、引っ張ってひょいって。あ、ドカーン。引っ張ってひょいってドカーンね。オッケー、覚えた。敵出ないのかな。ムービーかな。そういえば、名前聞いてなかった。ドリームイーター。おお。変わった名前だな。じゃないし、こっちだし。お、なんだ、召喚した猫。囲まれて厄介だ。二手に分かれるぞ。分かった。そのネコだ。え、桜葉ネコ。名前、桜葉ネコ。面白い名前だな。いや、これそうでもないだろ。じゃあネコ、行くよ。ソラちょっとバカになった。ちょっとバカキャラになったよね、そら。チュートリアル、フリーフローアクションバトル編見ましょう。でも、ネクってすげえ漢字使ってたな。確かあれだね、渋谷系男子なんだよね。フリーフローアクションは移動だけでなく攻撃用にも使うことができます。フリーフローアクションを使ったアタック、フリーフローアクション中に A ボタンを押すと強力なフリーフローアタックを行うことができます。フリーフローアタックができるときはアタックコマンドが変化します。壁や柱などにスライドしフリーフローアクションをかましながら敵を倒そう。よし、じゃあ行こう。で、あー、まあこういうことだね。はい、キックダイブっていうのができたんだね。で、なるほどね。で、今戦ってる敵っていうのがドリームイーターってやつですね。まあ夢食いってやつだな、きっと。はい、まあ普通に戦っても OK です。フリーフローアクションは地形だけでなく敵に当たると発生することがあります。へぇ。フリーフローアクションで敵を投げ飛ばせ。大型の敵に対して、スライド Y を押すと敵の周囲を回ります。あ、やべ。下見るの忘れた。熊田パンダ。どっちだ、熊なのかパンダなのかはっきりしろ。あ、やべ。多分これじゃない。これじゃない。違う。突進して、で、いっけー。すげえな、敵を投げ飛ばすようになっちゃったんだね。はい。いっけー。で、気絶させて攻撃と。お、レベル2になった。面白いね。フリーフローアクションのダイナミックな攻撃を行うと、バトルが有利に進むので、様々な攻撃パターンにチャレンジしよう。じゃあ、敵がいっぱい出てきた時には使った方がいいってことだね。はーい。渋谷系男子って言ってもさ、こんなやつ。ドリームイーターだよな。
ねえ。ああ、ゲームを勝ち抜くにはこいつらの力が必要なんだ。へえ。空にも使えるんじゃないか。そうか、これがドリームイーターだって。渋谷にあんなやついんのか。テアノートを倒すには王のメッセージにあった悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。それには七つの眠りの鍵穴を解放し新たな力を得る必要がある。知っての通り、世界は目に見えぬ壁で隔てられ自由に行き来することができない。これまではその壁が砕けた世界やキーブレードによって回廊のゲートを開くことで行き来できたが、眠りの鍵穴がある眠りに閉ざされた世界にはそれらの方法で行くことはできない。最初の旅で闇に飲まれた世界は再生された。しかしその中には再生が完全ではなく眠りについたままの世界がある。そこにはゲートが通じずハートレスすらも侵入することはできない。故に世界の闇の大多数であるハートレスの代わりに眠りに閉ざされた世界には別の闇が存在している。それは夢を喰らう魔物ドリームイーター。ドリームイーターの中には夢を喰い悪夢を植え付けるナイトメア、悪夢だけを喰う善良なるスピリット、二つの存在があると言われている。ハートレスと世界の心の扉が対の存在だったよ。イーターを探ることが眠りの鍵穴への導きとなるである。こっちは敵じゃないってことかな。ただの犬にしか見えなかったけど。ワンダニアン、ほう、ね、これドリームイーターを作るってこと。もう覚えてねえな。敵ドリームイーターのナイトメアを倒すとドリームピースが手に入ることがあります。はあ、このドリームピースは夢のかけらでキャンプメニューでブリードすると味方ドリームイーターのスピリットを生成することができます。いやな、当たり前のようにさ、なんかブリードとかさ、いきなり言われてもわかんねえんだけど。スピリットを選んでスピリットのメニューを開こう。はい、ここはスピリットと触れ合う場所です。まだスピリットがいないので早速スピリットを配合しましょう。配合、マジか。そのドラクエのなんかねモンスターズみたいに言わないでほしいんだけど。X ボタンを押してメニューを開き、ブリードを選ぼう。はい、ブリード、はい、何飼育すんの。スピリットをブリードする、レシピからブリード、素材からブリード。だからそもそもブリードって何。ブリードする方法はレシピからブリードと素材からブリードの2種類があります。だからブリードって何。レシピからブリードするにはそのスピリットのレシピアイテムを入手する必要があります。だからブリードって何。素材からブリードするとレシピにない組み合わせでブリードすることができます。だからブリードってなんだよ。なんだよブリードって。ブリードしたスピリットを決めると次にコマン、ん?次にコマンド一つを選んで少しだけステータスを上げることができます。生まれたスピリットはあなたの大切な仲間となります。名前を決めて一緒に旅立ちましょう。おお、名前も決めていいの?やべえな。ね。ポケモンを実況したことがあるんですけど、あ、ぜひよかったら見てみてください。そのね、ポケモンの時にはね、もうね、華麗なる名前をつけてあげたからね、みんなに。かっこいい名前をね、つけてあげたね。こいつらにもかっこいい名前つけてあげよう。ワンダニャンとかじゃな、面白くないもんね。レシピを選び、スピリットをブリードしよう。だからブリードって何?これ作れるってこと?ん?ワンダニャン、ランク、C、E? これどっち?どっちこれ ?E かな?小さな角で攻撃する可愛い見た目のドリームイーター、苦手な火に触れるとパニックを起こすぞ。何これ。はあ、ん?押せばいいのこれ。ん?レシピに書かれている素材数より多く素材を使うと最初からレベルが高い状態で始められたりランクが上がることがあります。またコマンドを使うとスピリットのステータスが強化されます。強化する内容はコマンドの種類で変わります。
コマンドを選びスピリットを強化しよう。これ？あ、これでスピリットを作るってことなんでしょ？これ結局は。だからブリードってそういうことじゃなくて、もともといるのを強化、さらに強化するってこと？え？スピリットのステータスが上がります。5アップ。はい。これは？これ変えちゃいけないの？おう。あ、じゃあ全部使っちゃおうよ。ダメ？いいんじゃない？これ全部使ってみようよ。ブリードしますか。はい。やってみ。あ、これで、ワンタニャン誕生。はあ、ワンタニャン。このスピリットに名前を付けてあげましょう。よし。じゃあ俺が素晴らしい名前を付けてやろう。ほい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 。何がいいかな。素晴らしい名前が出来上がりましたね。柴崎クー柴崎クーまず名前の由来なんですが、こいつ犬じゃん、要は。犬でしょ？で、俺犬の中だったらコーギーが一番好きなんですよ。で、なんとなくね、体もデブだし、これコーギーっぽくない？で、コーギー、こうちゃん、こうくん、こう、柴崎こうじゃね？ってなって、柴崎こうです。まあ、これね、多分英語の読み方だと柴崎クーだと思うので、柴崎クーでいきます。オッケー。柴崎クーが仲間になりました。とても嬉しそうです。よかったな。いい名前つけたからな。柴崎クー行こう。新たなスピリットが誕生しました。スピリットはバトルに参加して手助けをしてくれます。また触れ合って相性を上げれば様々な効果を引き出せます。ん？スピリットとの触れ合い方。鍵をタッチ。下画面のスピリットの鍵をタッチしてスピリットと触れ合います。触れ合い方によって相性や性格が変化し、経験値などを入手できます。トレーニングトイレはスピリットを操って良い結果を出すべし、スピリットが成長します。なんかポケモンと同じような感じかな？バトルするスピリットと触れ合うとリンクポイントがもらえます。リンクポイントをアビリティリンク画面で使うと、プレイヤーのコマンドやアビリティを入手できます。へぇー。じゃあ何？こいつらをなでくり回せば、空が強くなってくってことか。スピリットと触れ合い方。AR カードをカメラに映そう。これあれだね。ソフトについてきたやつだね。下画面でスピリットをタッチして触れ合おう。ほれ。これか。スピリットの鍵を撫でたり、つつくことで スピリットと触れ合います。カメラ操作。あー、なるほど。ケツ。ほれほれほれ。ほれ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 。ほれほれ。腹だ腹だ腹がええん。ここがええんか。ここがええのんか。ほれ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 。あ、これ、これでつっついてりゃいいの、こうやって。ほいほいほい。で、撫でくり回したらいいんじゃないかって。なんか変わんの？ほら、柴崎どうだ、柴崎どうだ？あ、なんだ？リンクポイントを入手しました。アビリティリンク画面に進めば、このポイントを使って敵コマンドやアビリティを取得できます。やったね。あれ？これで？これか。へぇー。あ、解放していくんだ。アビリティリンクではスタート位置からリンクポイントを消費してマスを進めます。マスを進めると、ソラやリクが装備できるデッキコマンドやアビリティなどが取得できます。へぇー。経験値でももちろんそうなんだけど。何これ、なんか、あれじゃん。なんかスフィア版みたいだね。アビリティ、リンククリティカル。ゲット。アビリティとはプレイヤーが身につける特殊能力のことです。身につけるとステータスが上がったり技が増えたりします。アビリティはスピリットから入手できます。あ、じゃあこれいろんなスピリットを捕まえるというか仲間にしてって、で、撫でくり回して、で、いろんなアビリティを習得しないといけないんだね。へぇー。ただ単に空とリクのレベルを上げるんじゃなくって、ってことか。へぇー。ステータスを上げるアビリティはスピリットがパーティーに入っていないと外されます。へぇー。その他のアビリティは1回入手するといつでも取り外しが可能です。ああ、なるほどね。上げ切っちゃうと使えるんだけどってことか。これはあれだね。BBS のコマンドチャージと同じだね。あとは、リコーデットのコンバート。俺がずっと忘れてたやつだね。リンククリティカル。スピリットとプレイヤーの戦う攻撃が同時にヒットすると、通常より激しい攻撃が生まれ、敵が吹っ飛びます。そうですか。リンククリティカルに成功すると、リンクゲージが大きく上昇します。これ、どうなん？アビリティリンクで取得できるものはスピリットにより違います。やっぱね。様々なスピリットを生み出し、育てていくことでゲームを有利に進めることができます。へぇー。俺これ多分初めてやった時全然理解してなかったんだろうな。
触れ合っているときは R を押しながら A で写真撮影できます。お気に入りのスピリットとの記録を残しましょう。ふーん、じゃあ暇な時になってくり回したらいいんだね。よし柴崎よろしくな。ああごめんごめん、違うんだ柴崎。デッキコマンド、もう中取りばっかだな今回は。デッキエディット、コマンドはデッキにセットすれば使うことができます。セットはデッキエディットから行います。なるほどね。今どうなってんの？これか。あーなるほど。こんなに、あ、これはあれか、なんだ、壁とかにね伝っていって使えるやつなんだろうなこれきっと。でこれは普通に地上で使えるやつだね。まあ今まで通りだね。新しいのはないかな、特にないね。またねー、こんな、あ、スライド出しちゃうんじゃん。あ、じゃあこれは特にそのブリザードとかをいちいち取り外しする必要ないんだ。じゃあここにあるコマンドっていうのは1個ずつしか手に入んないんだね。どうもね、 BBS の癖が残ってるんで、ブリザードが何個もあってコマンドチャージしてみたいな感じにはなんないのかな。コマンドリスト、デッキセット、なるほどね。でスピリットはさっきの画面か。で柴崎がいると。OK、こんな名前つけるさ人いねえだろうな。おお敵が出る、やった、戦闘だ戦闘だ、ヤッフー、吹っ飛べ。敵のいない方向に吹っ飛ばしてもしょうがないな。でなるほどね、フリーフローアクションを使いながら行ってえな。ほい柴崎頑張れ。ん、もういない、いないか。ほい、やった。あ、で、これでなんか、二手に分かれて戦おうみたいなこと言ってたけど、どこに行きゃいいんだい？若干あれだね、空走るの速くなった。気のせい。全然攻撃が当たってないよ。よいしょ、ドン。あ、もう最初のうちはね、戦い方はめちゃくちゃですけど。てか、敵が見えないんだけど、これ。使ってみる、これ。敵さん、どちら？ここか。ポガーン。おお、倒した倒した。うまいぞ。我ながらうまい。この辺敵出ないの？出るよね。もう、クマめんどくさいな。うわ、なんだこれ。ヘビ？ヘビがいるぞ、ヘビ。よいしょ。いいね。この突っ込むやつ好きだな、結構。はい。柴崎戦ってる？柴崎戦ってるかい？ちゃんと。この上は？いないいない。いるだろ、ここに。いないんかい。いないんかい。ほっ、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 はっ、はっ、はっ。くらえ、無駄に飛んでもしょうがないか。お、なんだこいつ、なんだこいつ、コンパンだコンパン。コンパンみたいなやつがいるぞ。チャラララっつってな。ほい、よっと。これどんどん上に行けるんだよね。ほい、いいね、今まで行けなかった場所に行けるっていうのはいいよね。ん、できるね。宝箱とかよいしょ。これ取り忘れ多そうだな。バルーンってなんだ、風船。あ、危ない危ない。ちょっと待ってね。こうか。宝箱あるじゃん。宝箱あるやん。あるやんけ。それ。あ、ちょっと待って。痛いな。ん？あ、こういうことか。吹っ飛べ！ん？もういない？敵があっという間にいなくなるね。宝箱、ハイポ、これセレクトじゃない、あれ、これカメラ、カメラ、カメラ、カメラモードなんないの、これなんないのか、ちょっと待って、
コンフィグ、カメラ操作関係ないね。これどれだ、チュートリアル、チュートリアルがないの、操作方法が分かんないよ。あれ、あ、ラッキー、宝箱。コンペイト、空目線で見れないのかな、まあ、見れないなら見れないでいいんだけど、これカメラ反転の方がいいかな。ごめんなさいね、なんか実況中にやることじゃないと思うんだけど。操作タイプ、あー使い分けない。カメラ上下、カメラ上下できんのこれ。スライドバットを下に入れるとカメラは下に、ん、あ、そういうことか、これ同時押ししてやるのね。はあ、なるほどなるほど、そうすれば空目線でこうやって見れるわけだ。オッケーオッケー、やっぱね、こうやってね自分でね体験しないとね、 何もかもダメだね。でコンフィグでカメラ反転、あーどうしようかな、これにしとく、反転でいこうか、反転の方が慣れてるっぽい。なるほど、同時押しでこうやって見んのか。へえ、どうしたどうした柴崎、全国の柴崎さんすいませんね。まあ多分見てないことを祈りますけど、なんかある、またなんかあるかな、もう ないかな、さすがに。ちょっとこれ慣れるまで時間かかるね。ない感じかな。とっちっちっちる落ちる。じゃあこっち2番街の方に行けばいいのかな、ん、3番街か。ネクはいるのかな、渋谷系男子、もう渋谷系男子って言いまくろ。空を連れてきたぞ、約束を果たせ。どうしたんだネク、あ、お前は、おい約束が違うだろ、空に手を出さないって。やめろネク、そいつは危険だ。あ、ちゃって、で選手交代だね。リク久々だぜリク、よし行くぜ。チェイン以来だね、300ポイント取得だってさ。あ、ダメなんだごめん、情けねえ、ごめんね、超情けない姿を見せてしまった、初っ端からうわーとか言われちゃって。この看板壊せるんじゃないんだ、あ、ダメなのこれも、ごめんね、これまた B だぞ。ダッシュダッシュ、真ん中のが取れないのは残念だ。ほい、これはどっちに行った方がいい、上、とりあえず体力回復しようか。ああ、下手くそ、よし、メガプレイヤーでこうしろってことか。ああ、これ全部回収してくれないんだ。へえ、あいつここでも当たるか、リングオープン、はい、あ、もうひどいひどいな。でブレーキかけながら取れねえし、取れねえのかよ、わあこれ難しいですな。もうそのうち多分これもカットすると思いますけど、よし OK。 あ、これ違うの、ん？いまいち仕組みがわかんねえ、どれが壊せてどれが壊せないのかがよくわかんねえな。はい、あ、でこれでクリア、あ、やべえなこりゃ。 B 行く、あ、 C だあー、ひどいね。まあ多分これはカットするようになると思います、そのうち。このダイブっていうのはめんどくせえからね。要はあれでしょ、1とか2の時のね、各ワールドに行く時のあれだよね。
バースタウンか。デジャブなんか。服も変わってる。ソラ、どこだソラ。似た者同士か。同じことやってる。アースラに襲われて海に落ちた後、確か鍵穴を開いたはず。するとここも眠りに閉ざされた世界。キーブレード、俺はあの時とっさにキーブレードを持っていた。もう始まってるんだな。ポータルを介さずこの世界に来ることができるんだね君は。お前は誰だ。僕の名前はヨシュア。ポータルというのは。人に物を尋ねるならまずは自分からさ。リクだ。こんにちはリク君。ポータルは世界をつなぐゲートのようなものだ。どうやら今僕たちがいるこの世界はそっくりそのまま二つに分けられたらしい。それをつないでくれるのがポータルなのさ。世界を分けるって。僕たちは一つの世界を共有しているようで、実は人それぞれ自分の世界を持っている。それと同じさ。別に不思議なことじゃないわ。リク君って言ったね。君に手伝ってほしいことがあるんだ。いや、お前怪しいぞ。まあ話だけでも聞いてよ。ライムという女の子を探していてね。女の子。彼女はポータルの奏でなんだ。ポータルがあれば君の友達のソラ君とも会えるかもしれないね。ソラを知ってるのか。興味が湧いたようだね。もう話についていけないんだけど。残念だけどソラ君の居所はわからない。こちらの世界にいないのならもう一つの世界にいるんじゃないかと思っただけさ。ライムって子を探せばいいんだな。わかった、手伝おう。もうなんか別のワールドみたいに感じるんだけど。じゃあ今度は陸編のトラバースタウン行きましょう。まあスバセカはね、触れたことが一切ないのでよくわかんないけど、リンクポータルが解放されました。リンクポータルとは、リンクポータルにアクセスすると違う世界のスピリットと対決したり、一定時間スピリットが味方になってくれます。あ？アクセスする方法は、ナビマップをズームしているとき下画面に現れる表示されるポータルにタッチします。ポータルにはドリームイーターの強さが表示されるので、自分に合ったものを選びましょう。あ？どういうこと？どういうこと？もうさ、言葉で説明されるよりさ、体験した方が早いんだよ。こういうの。ん？ヨシュアを追いかけよう。あ、これも同じ？あ、空の時と同じだね。はい。これ別にもうどうでもいいや。はい、ボカーン。わー、リクだ。久々だね。下画面をズームしてる時に、ボタンを押す？よくわかんねえな。うん。まあ、基本的な操作方法は空と変わらないので、あれですが、そんなに苦労することないと思うんだけど、おお、なんだお前、羊？ヤギ？くらえ。オッケー、防御力アップ。チェインの時ね、リクすごい使いやすかったからね。なんとなくリクって使いやすいイメージがあるんだけど。コンペイト、ここにもコンペイトがあるんだね。どうしようかな、カメラ反転微妙だな。ちょっと待って、左右はいいわ、反転しなくていいわ。はい、ほい、オッケー。でなんかね、この服装が違うのはいいんだけど、なんとなく空と陸がね、子供っぽく見えるのはなんか理由があるんですよね。これ確か顔つきが子供っぽいというか、声もね若干高いように意識されてるんですよね。確か声優さんもそんなこと言ってたよな。なんだ今の。あ、これ何？リンクポータルを開始。ウォーリアさんの、なんだこれ。ん？これ？ウォーリア。じゃあこいつ。ん？はい。
あ？なんだなんだなんだ？リンク。え？ついていけない。あ、これでちょっと強化されるってこと？リクが？もう敵がいねえから全然試せないけど。え、さっきの空とはパターンが違うの？よくわかんねえけど。とりあえずセーブしたいな。